なんかあ,のあんまり,あんまりこう深いネタバレにはなれないけどさ、うん、なんかあのえっ、ー、と何だっけパンフレットのインタビュー記事のところにさ石田くんがみんないろいろ最初から聞いていたっていう話をこうなんかしていたような気が、はいはい、したわけでござるが、うん、私もなんかなんとなくこう石田くんに「上から歯」の時は聞いたような気がするけど今のあの状況っていうか、はいはい、あの感じに。 周りがなって一応ばれないようにしてたけど <laughs> 周りがああいう状況になってるってこともそこまで具体的な話じゃなくってまあ今回の,あの新劇場版のシリーズはテレビシリーズだったりうん、うん、あの前の映画劇場版だったりとかうん、うん、との立ち位置 とこう比較してどこにあるのかっていうのは聞いていて、ああそうなんだって思ってたから、まあ最初からあのジョノあの映画を見ながら、あのああいう映像ああいうお話になっていて、でもこういうことなんだろうなっていうのを一人だけ分かって見ていたんだ。我々は知らなかったよ。そうなんそうでございますよ。はい。なるほどね。